玉都とは、歌舞伎及び、日本舞踊の演目の一つ。月のギが、薄とキネで団子をつき、また、カチカチ山の狸退治の様子も踊るというもの。ガツ石火名残り分台のうち、玉刀ガツ継承。三代目、坂東三五郎のギの生。左上の月に見立てた丸の中には、ガツッカの所作ごとお名残狂言思考とある。歌川豊国画。 文政三年九月の江戸中村座で、一の谷二葉軍記の二番目大切に、七変化舞踊、ガツ石火名残分台の一つとして三代目、坂東光五郎が初演した。二代目、桜田慈助作詞、作曲は、清沢万吉。七変化の内容は、と、ガツ、雪、花の構成で演じたもので、今に伝わる。玉とはこの打ち付きの部の、玉と月影がちに当たる。 ちなみに、波枕月、朝妻と、環境行き姿見も、現在それぞれ諸作時の、朝妻船、魔科書として残り演じられている。舞台は、すすきなどのある秋の野で空には月、舞台中央に、すが置かれ、まず月のうさぎの生が絹を持って、団子をつく所作を見せる。その後、カチカチ山の話となり一人でうさぎ、たぬき、 G とバーの4人を踊り分け、さらに、お月様さえ嫁入りなさるとひなびた歌で踊り、最後はまた嘘とキネを出し、キネを振り上げた形で決まって、幕となる。三つ五郎初演の時には、舞台の上から月の作り物が降りてきて、その月の中に三つ五郎噴する、ウサギの精がキネを持って現れ、そこから舞台に飛び降りるという登場をした。 そしてウサギの生の姿は下がりをつけたふんどしだけの裸の上に襦袢一つ、頭には鉢巻きを巻くがその両端をウサギの耳に見立てて、角のように立てるというものであった。現在でもこの通りの姿で演じられることがある。歌詞にあるガツの影ガチ飛び団子とは、江戸や大阪で売られていた影ガチ団子という団子のことで、当時の名物の一つ。 ガツ石火ごり分代は三代目三つ五郎が大阪へ、行くい戸惑いとして出されたもので非常に好評を博し、9月9日から10月20日まで演じられた。11月の顔見せがなければ、春までも続くだろうと言われたほどの大入りだったという。 実に、楽天が空唄に連ねし秋の名に潮三十五、夜中新月の中に持ちつく玉と持ちじゃござらぬ、持ち月の月の影がちとび団子やれもさうや、やれやれさてなうすときねとはめおとでござるやれもさやれもさ、夜がな夜人よおやれととんが上から月よにそこだぞ、やれこりゃあよい、この団子ができたぞ、おおやれやれさてあれはさてこれは、さてどっこいさてなよいと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 ,よいと,よいとなとな。 これはさのよいこれはさておき昔々暑がれが手柄を、ゆうべの天乳にもばー食えたじいやがその敵うつや、ぽんぽらぽんと、腹みたぬきの近所へしばかりに、キャツ目も、せたら大足をえっちりえっちりえじかりまたしゃござんなれ、こここそと後から火打ちでカッチカチ。カッチカチカツチカチカ,ツチ,カチカチのお山といううちに、熱々。そこで、やけどのお薬と唐辛子なんぞで見知らしいて、 今度は、直線が点だ心得た抜きに、土の船をかじ取りかじぎちらこいた波とよ、三夜の小舟焦がれ焦がれて通わんせいやこいつは面白、俺様とシャレルしより、ブクブクブクのうのうこれはも泣きっつらよい君しゃんと、仇討ちそれで死が栄えた手柄話に、ノりが来てお月様さえ嫁入りなさるやときなさろせ、とこせいとこ青年は、おいくつ十三七つ本にさあ若いあの子を産んでや、 時なさろせとこせとこせだれに抱かせましょうぞおまんに、抱かしょ見てもうまそな品物飯どのなやふうに、ちくさの花うさぎふぜありけるつきみかな。ありがとうございます。